1>, 1日にロシアのモスクワで行われた会談の冒頭、北朝鮮のチェソン被害者はウクライナ侵攻をめぐり、ロシア軍の勝利を疑っていない、勝利の日まで我々は常に同志と共にあると述べました。その上で、6月に両国が結んだ包括的戦略パートナーシップ条約に基づき、政治・経済・軍事の分野で協力が進められていると強調しました。 これに対し、ラブロフ氏は、両国関係が前例のない高いレベルに達したと応じ、軍や治安当局の間で緊密な接触が行われていると述べました。公開された冒頭部分では、北朝鮮兵の派遣について言及はありませんでしたが、この問題を含めた両国の軍事協力や、キム・ジョーン総書記のロシア訪問に向けた準備などについても話し合われた可能性があります。